日岳は四国山地西部の石槌山脈に属する山である。日岳と表記される場合もあるが、国土地委院の地形図は日岳と表記されている。四国百名山に選定されている。三名は二つの岩峰が相対して喫立していることによる。四国において岳とつく山は少ない。日岳はその西側にそびえる東や海志山とともに四国有数の岩峰であり、 予算線井予土井駅と関川駅の中間辺りから南側方向に巨止状の岩峰群が望まれる。山頂東側の両線上にはいくつもの岩峰があり、特に大の塔と呼ばれる山名の由来である二つの岩峰は代表格の存在で、麓の土井町からも肉眼で見える。新田家の位置する石槌山脈東部は特に鳳王山脈とも呼ばれ、 鳳凰山脈は日岳より東側で高度を下げ、南側から吹き込む風の通り道となっている。春と秋に日本海低気圧が通過するとき、この鳳凰山脈から瀬戸内側の土井町に吹き下ろす強風は山地風と呼ばれる。北側山陸の土井町中の川登山口は現在では建物も残っていないが、かつて別市道山から我像、 腰経由で運ばれる道の中継地点として栄えた。この画像市は、江戸時代、別紙山と瀬戸内を結ぶ重要な街道であり、道のほか瀬戸内の魚介類を運ぶ道でもあった。両線上は険しい岩場が連続し、5月から6月にかけては岩場に、あけぼの筒子及びシャクナゲが開花する。山頂には山東三角点に筒だが設置されている。 四国中央市戸井町から、関川支流の裏山川沿いの林道を奥に入り、中の川登山口から途中に、経典の滝を眺めそして、画像腰を経て、岩峰の連続する稜線を西側へ重走し、山頂に至る。または、峰南の新居浜市別市山村に口から、割れ林道に入り割れ像越しに至るルートもある。 東や海市山からゴンゲン山及びエビラ山を経る、重走路もあるが、険しい痩せおねの岩漁と、やぶ道が続く。ありがとうございます。